ラサイアガーリーニーヒナ、別名グレイエイリアン。グレーとは、空飛ぶエンバニア、宇宙人来訪に関係する雑誌記事やテレビ番組の中でよく取り扱われる宇宙人のタイプの一つである。アメリカでは、宇宙人による誘拐事件など、目撃報告が多数ある宇宙人でもある。その実在を信じる人は少なくないが、確実な証拠はなく、懐疑的立場からは、 宇宙人というものについて、人々が共有しているイメージに過ぎないと、考えられている。脳内が生み出す幻影として考えられる一例として、薬物などを使っていたであろうとされる、魔術師、アレエスター・クローリーの絵画に、地球外の存在として、グレーを彷彿させる巨大な頭部を持つ、目の細い生き物が描かれている。目撃団によれば、それぞれ細かな相違はあるが、 大まかな共通点は以下の通りである。その身長は小柄な人間ほどで頭部は大きく灰色の肌をしている。そしてその顔は大きな黒い目に鼻の穴と小さな口が特徴。肌の色からこのタイプの宇宙人はグレーと呼ばれている。なおグレーは実在するが宇宙人ではないと考えるものもおり宇宙人に作られたアバター的クローン説や馬説、 恐竜が進化したディノサウロイド説、未来人説などがある。グレータイプの宇宙人が目撃される以前は、一般的に火星人に見られる、タコ型宇宙人が代表的な宇宙人のイメージであった。しかし、グレーに関係すると言われる事件の証言者や、その特徴的な姿が、テレビ番組などのメディアを通じて露出が増えるに、従って、次第に、 グレーが宇宙人の代表的なイメージになっていった。そのシンプルかつインパクトのある用紙のせいか、CM に起用されたりと、各方面でキャラクターとしてグッズ展開される現象も起きている。グレータイプの宇宙人の造形のモデルは SF 映画2001年宇宙の旅に登場するスター・チャイルドであるとも昼夫妻事件の前に放映されていた SF テレビドラマ アウターリミッツに登場する宇宙人であるとも言われている。また、こういった目撃事件の背後には米軍が絡んでおり、事前にこういったグレーを秘密裏に捕獲した軍が UFO やプラズマ兵器開発を拡乱するために使用するという説もある。そもそも1970年代の UFO 事件の紹介では小人がった宇宙人として一括して紹介されている。 ことが多かった。それがアメリカ元海軍将校のミルトン・ウィリアム・クーパーにより大きな花を持つラージノーズグレーとラージノーズグレーの遺伝子操作で作ったというリトルグレーに分類された。一般的に言うグレーは後者の場合を指すことが多い。ラージノーズグレーはリトルグレーの上位に位置するものとされている。もともとアメリカ国民での異星人イメージの古典的な例に 小さな緑の小人、リトル・グリーンマンという半ばばかにした呼び方が1947年のロズウェル事件頃にはすでにあった。事件の牧場主のブレーゼルは、リトル・グリーンマンが緑色じゃなかったんだと呟いたという。リトル・グレーという名称は、これが由来という考え方もできる。さらに、グレー種族を2分類して、ラージノーズグレーをオリオン座系の異星人、 リギリアント氏、ベティバーニーヒル夫妻事件の異星人をゼータレティキュリー成形の異星人として、レティキュリアントする説も、アメリカの異星人陰謀論グループであるネバダエリアルリサーチ等から提出されている。なお、この羊の説として対立するエイリアントして、レプトイドがいると主張している。他にも、黒目部分が白目のものもあり、 小人が高い白色の異星人像が具体的に同じ種族に分類に止まるとは断定できない。中にはグレーは両生類ではないかとの説もある。日本ではキジムナーやカッパとして世界各地ではドーバーデーモン等として目撃されている水性未確認生物がグレーであるとする説である。1961年9月19日の夜、 アメリカニューハンプシャー州で車を走らせていたヒル夫妻は不思議な発光体に追いかけられた。気がつくと2時間半経過しており、その間の記憶は一切失われていたという。それから2年後、逆光催眠によって呼び戻されたヒル夫妻の記憶によれば、彼らは宇宙人によって UFO 内で身体検査をされていた。さらにグレイはどこから来たのかを示しており、これは 出てくるザゼータ星であると考えられている。なお、夫妻はグレーについてその姿の詳細を述べているが、その証言にはぐらつきがある。しかもこの証言をした日の少し前、テレビドラマ、アウターリミッツに、グレーそっくりな宇宙人が登場していたことや、逆光催眠による記憶の回復には疑問が呈されていることなどから、怪奇的な論者からは信憑性が薄いと言われている。 宇宙人の関係する事件のうち、初めてのアブダクション事件とされ、初めてグレーが目撃された事件でもある。この事件を皮切りに、グレーの目撃やアブダクションが続出することになった。テレビドラマ、X ファイルがテレビ朝日で放送された際、冒頭で扱われたために、日本での知名度も上がった。昼夫妻を診察したサイモン医師はその記事を、学会し、 サイキートリックオピニオン氏に寄稿し、このケースは類例のない心理的異常であったという彼の結論を説明した。1947年7月8日、アメリカニューメキシコ州ロズウェルで墜落した円盤を回収したという発表を陸軍が行ったことがことの発端となる。当時、ケネス・アーノルドによる空飛ぶ円盤の目撃が世間を賑わせていたこともあって注目を集めたが、 軍が即座に円盤は気象観測用の気球だったと訂正したためにそのまま収束した。それから30年近く経った1970年代後半に UFO 研究家たちによってこの事件の再検証が行われた。その結果、事件発生当時には宇宙人の話は一切出ていなかったのにもかかわらず、1980年代には墜落した円盤や 宇宙人の死体を見たという証言が続出、関連文書も相次いで発見された。これらのほとんどは信憑性がなかったり、偽書と証明されたりして、事実の裏付けとして認められるものではなかった。そんなロズウェル事件が一人歩きし始めたのを受けてなのか、アメリカ空軍は1994年に事件発生当時、 プロジェクトモーグルという機密計画による秘密実験が行われていたことを公表し、ロズウェルに墜落した物体は旧ソ連の各実験監視に使われる調査用気球だったと明らかにした。しかし、それも軍による隠蔽であると疑うものも少なくない。日本では、ヤオイ淳一のテレビスペシャル番組やグレーの解剖シーンが収録された、 宇宙人解剖フィルムなどで注目を集めた事件として知られる。グレーのイメージはこのロズウェル事件によって多くの人に広められたと言える。しかしながら宇宙人解剖フィルムが偽造であったことはすでに解明済みである。詳細は同項目を参照。1970年代のアメリカで家畜の目や正器などが切り取られて死亡しているという報告が多発。 事例が起きる前後に未確認飛行物体の目撃報告が複数あることや、死体にレーザーを使ったような鋭利な切断面があること、血液がすべて抜き取られていることなどの異常性から、人間の仕業ではなく、宇宙人によるものではないかと騒がれた。これを受けて、1980年にケネス・エム・ロメル・ジュニアが1年にわたって行った実験で、死亡した家畜を放置しておくと、 血液は地面に吸い込まれて流れ去り、ハエやウジなどの虫や動物などに、目や生気などの柔らかい部分から食べられ、牙やくちばしによる鋭利な切り口は、キャトルミューティレーションと同じ状態になるとの報告を行った。また、キャトルミューティレーションにあったという牛の死骸の損なわれた部分は、すべて上部のみだった。地面に接触していた部分は損傷していなかったので、ある。 つまり、キャトルミューティレーションとは、牛の死骸の通常の変化でしかないとの見解を示した。しかし、これに対して、死亡した翌朝に、目や、生器などが切り取られているのが発見される例や、切り口に焼け焦げの跡があった例などに加え、突如として急増した、この事件を、牧場主が野生動物の捕食と見分けられなかったというのにも無理があり、 矛盾点がいくつかあることから報告を疑問視する者も多く、カルト集団による仕業であるという意見や、チュパカブラと呼ばれるアメリカ南部からメキシコにかけて目撃例が報告される未確認生物の一種によるものではないかという説も一部にはある。ただし、血液を抜き取られるという異常性については問題なく解決しており、あえて宇宙人の仕業を疑う必要性がなくなった。 ことには変わりない問題は他の惑星から地球までストレスなく来ることができる。科学力を持った宇宙人がもし仮に牛を必要とするならば、なぜ牛を採集して自惑星で培養養殖等をせず、こそこそと、かつわざと人目に触れるように地球で狩りをするという必要があるかということである。もっと単純に家畜の保険金の問題も絡んでいると考えられている。 2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件の世界貿易センタービル崩壊直前に悪魔の顔や勝ち誇るグレーの姿が見えたという話があり、その後の北米大停電、完成システム不具合などと合わせて宇宙人の攻撃ではないかとの説が出た。また、テロは中国語で恐怖主義と書くので、ノストラダムスが述べた空から落ちてくる。 恐怖の大王と関係があるとして、いわゆる週末の予言とも関連づけられた。ブラジルのミナスジェライス州のバルジーニャ市では、バルジーニャ事件以後グレー型人形が市民のマスコットとなり、観光推進事業、予防接種運動、交通安全運動などの社会活動のポスターに現れて地域活動に貢献している。また、目抜き通りでは、 複数の有名なサッカークラブのユニフォームを着たグレー型人形が販売されており観光客に人気がある。事件はすでに過去の都市伝説となったために市民はグレーに対する危機感も恐怖感もなく今やグレーはバルジーニアの街を代表するシンボルマークになった。ありがとうございます。